俺の親の実家の墓には、明治以前の遺骨が入っていない。なぜかというと、その実家がある山奥の集落には、独自の土着信仰があって、なかなか仏教が定着しなかったからというか、明治まで寺という概念がなかったらしい。その土着信仰なんだけど、結構特殊なものだった。とあるホラーゲームの影響で、俺は学校のレポートの題材にそれを選んだ。そもそも土着信仰とは、外界とは交わりのない集落において発生する。集団睡眠が発展したようなものだと俺は思っていたから、その土着信仰を信じていなかった。正直、霊的なものとも無縁だったから、この話をシャレコアスレに投稿することになるとは思ってなかったけどね。まあ、それでその土着信仰は、簡単に言うと、山を信仰していたという感じのものだった。その俺の祖先とも言える人々が住んでいた集落は、山に囲まれたところにある。もちろん海なんてバカのように遠いし、前述のように仏教より土着信仰が定着するような世界だったから、食料はほとんどが山の幸だった。魚も山の川で取れるもの、畑も山から流れ出る川の水が必要不可欠であったし、季節の山菜も大切な食料であった。もちろん、イノシシやクマといった動物の肉も山なくしては得られない。山に支えられて生きてきた集落だったから、独自の山中心の輪廻思想が作られた。山の作った糧を得て生活を営み、死んだら山に帰り、山の養分となり糧を生み出すって感じ。そこで、また独自の埋葬方法が生み出された。それについては後で述べたい。ただ、俺は集落で聞き込むうちに、山が神格化されていたわけではなく、山に住む神様に対する信仰があり、そこから山中心の輪廻思想ができていたと知った。それが問題だった。その山に住む神様を、俺は簡単に山神と呼ばせてもらう。その山神様の何が問題かというと、よくある鶏が先か卵が先かの話に例えたい。信仰対象であるものが同じもの、山イコール神様の場合、鶏イコール卵であり、どちらを先にしてもどちらも同じものなのだから問題ない。しかし、山イコール神様でないとすると、山が先にあり、信仰されていたからそこに神様が生み出されたのか、それとも神様がいたからその山が信仰の対象になったのかと、鶏が先か卵が先かの問題が始まる。聞き込みを鵜呑みにするのなら、後者で間違いないのだが、俺は山に住む神様だの、幽霊だのに、俺は会ったこともないのだから信じていなかった。集団催眠として扱うのなら、圧倒的に前者の方が楽だったこともあり、俺はその山神様の調査を始め、存在を否定しようとした。まず、以前聞き込んだ家も含め、家々を訪ね、山神様について聞き込んだ。おじいちゃんのおじいちゃんが見たことがあると、おじいちゃんから聞いたことがある。場合、よぼよぼのおばあちゃん。といった、骨董品的な目撃情報や、ご丁寧に目撃した人物、場所、時間、山神様の格好、反応をまとめて本のようにされたものもあった。結果、2日かけて目撃情報を集めたのだが、面白いことが2つ分かった。が、その前に、その集落独自の埋葬方法について説明させてほしい。
死んだ人間を棺桶に入れるところまでは変わらないが、その棺桶を個人の家族が交代で担ぎ、近所の村人たちが鈴を鳴らしながら山の中腹あたりにある割れ目まで運び、棺桶ごとそこに投げ込むといったものだ。その割れ目がかなり深いものらしく、そこに落ちていった棺桶は山と融合し、死者は大地に帰るということらしい。割れ目の縁には石の塔があるのみで、墓というよりは儀式の場所に近いものと聞いた。さて、面白いことの一つは、その埋葬方法から普通の火葬し墓に埋める方法に変わってから山神様を見た者はいないということ。これは山を信仰する儀式の風化により、山神様を信じる人間がいなくなったためだとも考えられる。つまりこれは集団催眠だと証明するにおいてかなり強いカードになる。そしてもう一つ、外見が一部分以外バラバラだということ。ある時はイノシシの体だったり人型だったり、羽があり飛んでいたりと、外見が一部を除いてバラバラだった。同じ一部分というのが顔だ。すべて石のような丸い顔に白い苔が生えていてふさふさしていて、目の位置には触覚のようなものがあるということだった。これもインパクトのある部分以外違っているということ。つまりこれも集団催眠だと証明するにおいて強いカードだ。しかも山神様は遠巻きに人を見ているだけで、逃げても追っても来ず、追いかけると逃げ出すだけだった。つまり話しただの、遊んだだの、直接的な接点はなく、遭遇者全員がただ見ただけであった。ここまで調べると、あとは儀式の場を見に行って、僕も探してみましたが、現に山神様に会いませんでしたから、そんなもんいませんということにしようと俺は布団に入った。翌日バイクで近場のスーパーへ20分かけて行き、スポーツドリンクとポテトチップスの薄塩とコンソメ、ガム類、チョコ、おにぎりを買った。出発は午後2時を計画していた。話を聞くに徒歩30分ほどでその場所に着くらしい。一応聖域だということで、祖母に渡された線香と買い込んだ菓子類をリュックに詰めて、俺はその聖域に向かった。砂利道を歩き、沢を越えたところで、もう本当に森の中だった。何年使われてないのかわからないが、荒れ放題だった。俺はポケットからイヤホンを出し、携帯につないで音楽を聴きながら歩いた。木の根っこを踏み越え、笹を避けていきながら地図を確認し、このまままっすぐでいいことを確認すると、俺はリュックの脇に挿してあったペットボトルを抜き、スポーツドリンクをラッパ飲みした。太陽が見えて手を下ろして、前を向いたらそこで30メートルほど先に山神様を見た。すごい不思議な感覚だった。ペットボトルを手に掲げたまま俺は硬直していた。人型だった。全身真っ白で、顔が本当にふさふさした苔のような白い何かで覆われていて、目があるところに触覚みたいなものがあった。口は見えなかった。森像だっけ？あれから目と鼻と口と色を引いて、触覚だけをつけたような感じだった。耳元で鳴っているはずの音楽も聞き取れないような、もう本当の無音だった。手足の感覚がなくて、目も反らせないまま、頭だけが動く。金縛りみたいだった。
山美様も俺を見ていた。異常なほど体感速度が圧縮されたみたいに長い時間があった。すると山神様が視界の中で大きくなってきた。俺は山神様の全身を見ていた。山神様の手も足も動いていないのを確認していた。俺は立ちすくんでいた。足が前に進めるなら逃げ出している。山神様が大きくなっているように見えたのは、何のアクションもなくこちらに接近してきていたからだと気づいた。あと10メートルほどの距離というところで唐突にあることに気づいた。今まで近づいてきたという例はなかった。もし山神様が人を食うとしたら、今まで崖に落とされた棺桶の中の死体を食べていたとしたら、人里に糧を与えていたのも人間がいなくなり死体を食えなくなるのを防ぐためだとしたら、何十年も人を食えないで腹を空かしていたとしたら、俺が格好の餌だとしたら、歯がガチガチいった。距離はあと5メーターくらいだった。俺よりも二回りも三回りも大きかった。山神様の顔の触覚の下あたりの生物であれば、口がある部分がもごもご動いた。俺は死を覚悟しようとしてしきれずガタガタ言っていた。山神様の顔が視界から消えた。石のような見た目の腹が目の前を埋め尽くした。山神様がしゃがみ込み、触覚が俺の顔の真ん前にあった。口の位置がもごもごしていた。ヒッという声が出た。何かが頭に触れた。八つ咲きにされて食われると覚悟した。寂しい、寂しい、寂しい、寂しい。俺にはそう聞こえた。気づくと俺はペットボトルを手に立ち尽くしていた。耳元で鳴る曲はスポーツドリンクを飲んだ時と変わっていなかった。俺は耳からイヤホンを外すと地図を確認し、割れ目の縁まで歩いた。石碑が立っているだけの谷みたいな場所だった。俺は持ってきたポテトチップス薄塩の袋を開け、一枚取り出すとかじった。そして袋の端を掴んで割れ目の中に巻いた。コンソメ味も開け、一枚食べながら同じように巻いた。線香に火をつけると地面に立て、チョコを半分脇に置いて俺は帰路に着いた。結局、自分の体感したものが何だったのかはよくわからないし、俺も調べていくうちに催眠にかかったのかもしれない。締め方がわからないけど、土着信仰ってなんか素敵だよな。